劇団こんにちは劇団スクラッシュのゆうれいです。劇団と、ディスタンスを保ちながら久しぶりに事務所で撮影してるんですけれどもね、こんにちは、物販担当のゆうれいです。こんにちは、カメラマンのカバさんですか。で、マスクマンです。マスクマンさん、劇団スクラッシュ夏グッズがついにね発売したということで、皆さんありがとうございます。今回のラインナップはね7個ありましてね、はい、たくさんあるので、まあとにかくまずこちらの一押しは T シャツ、こちらね見えます、刺繍、めちゃくちゃ可愛くないですか。可愛い。ちなみに私が今着てるのは XL の、ライトピンクを着ております。で、今日はこの後実は時間差でメンバーが来て、はい、立ち代わりこの部屋に2人だけディスタンスを保てるような感じで皆さんにも T シャツいろんなサイズを着てもらうので、サイズと色に迷ってる方は、はい、この後のみんなが出てくるんでそれもお楽しみください。はい。で、この160に関しては、うん、メンバーみんな160入らないと思うんで、スタッフのねホッシーが後で一応着てくれるんだけど、はい、着れないかもしれないから、なるほど、その前はもうこの違いも今回 S がないから、まあそれが S みたいな感じですもんね。うんうんうん。T シャツに関してはですね、はい、サイズは今回160、はい、M、L、XL、 そしてリクエストにお答えして XXL、 こちらの方をですね使わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 M サイズを着用している中田です。着た感じ M って聞いてたんでちょっとピッターっとしちゃうかなと思ったんですけど、意外と着やすいサイズでした。夏ってやっぱピターっとしちゃうと汗がとかやっぱ気になったりとかすると思うんですけど、あんま気にしなくても下に逆に S サイズの白いのとか着とけば透けとかも気にならないだろうし、久しぶりだね。お久しぶりでございます。ちょっとピンク着恥ずかしいなって思ってたんですよ。このね、多分この色だと思う。この刺繍のとこの色との対比であんま男子でも着れるピンク。感謝を。皆さん、ありがとうございます。XL を着用している中田です。今日は白 T を着てみています。すごくいいサイズ感です。なんかやっぱ今白 T 着てる若者ってすごい多いの、うん、白 T 1枚でこう肩で風切って歩いてる若者、立ち姿、後ろ姿、ああはい、ということで私は L サイズを着ております。白の L サイズです。どうでしょうか、 L サイズ。いいですね。帽子は今回のグッズではない、これ違います。これは最近私がその被ってる、その妹さんに一言もらっていいですか。とちょっと離れたところに住んでるから、そのいろいろ雨とかいっぱい降ってるけど大丈夫かな、助けに行くよ。はい、エントリーナンバー4番大塚達也です。僕は XXL をさせていただいてます。こちらの商品のいいところはですね、まずこの刺繍が可愛いです。立体的です。結構厚手かなと思ったら、まあ、そんなに中くらいの厚手さで、風がこう通ってきそうです。すごくいい、魅惑的でいいと思います。どうぞ。いや、意味が違ってくるから。夏、エコバッグ。これめっちゃ良くないですか、見た目いい。これもうほんと大きくて、コンビニのレジ袋をめちゃくちゃでかくしたような感じで。なるほど。どう、いやー、なるほど。あ、じゃあロゴもちょっと見えてます、ちょっと見えてます、初回分はもう売り切れまして、おお、この動画が出てる時にはもしかしたら次回分、なるほど、が追加されてるかもしれないんですけれども、もし気になった方は今売っていたら今すぐ買ってもらうのがいいかもしれないです。はい、こちらに関しては、はい、分かりました。そして今回初の、はい、懐かしいコースターです。おー、コースターの中では最高品と言われている白雲石っていうんで、石でできてる、石、こんな分厚いデザイン、おしゃれでしょ。今回のデザインは、はい、もうロゴから含め全部ホッシーにやってもらったんだけど、なるほど、こういう風に作ってもらえないかなって思ったのを、もうまさにそれやってくれて、裏はコルク、コルク聞こえます、石の感じ、石、あ、確かに確かに。でね、今回ちょっとねサンプルはないんですけれども、はい、タンブラー今一番人気っぽいですね。でちょっとないんです、ここにサンプルはないんですけれども、スカッシュ真空ステンレスタンブラーっていうのがありまして、はい、こちらはまあリンク入ってもらうと写真とかいろいろデザインがあるんで見てもらいたいんですけども、お願いします。これはですね350mm のサイズで、はい、ちょっとだけちっちゃめにしてるのはめっちゃ使いやすい、350の缶が全部入るっていう。わかる。わかるでしょ。長いやつ、そう、そこまでさ洗えないの、でしょ、長い棒がないと。これ頑張っちゃったんですよ。あー、出たー。
医療用ユニフォーム、食品、白衣などに使われる伸縮性のあるポリエステル 100% 素材で作ったマスクとなっております。めちゃくちゃ俺としては質がいいと思ってます。めっちゃ見た目もいいしね、うん、なんかそのあいいマスクを手に入れたっていう気持ちになった。爽快スカッシュミントっていう、爽快スカッシュミント、いわゆるまあフリスクみたいな言っちゃった。夏っぽいなんか面白いおふざけで最初作ってみたの。なるほど、やめてもいいし。で出来上がってみたらデザインが最高で、いや良かったね。あのね、これも今かなり売れてるんですけど、これだけはちょっと受注生産ではないので、はい、あのなくなり次第終了です。お結構なスピードで、あの5個買ってくれたりしてる人も、ね、おマジか。気になってる方はお早めに。そうですね。そして言い忘れておりました、俺がもうデザイン最高、マフラータオル。うわ、俺は家でトイレ出た時にも置くし、はい、その出かける時には首に巻くし、はい、カバンの中に入れるんですで俺が使ってるのは、はい、スカッシュのマフラータオル。なるほど。愛子さんのマフラータオル。あ、出た。宝部良治さんのマフラータオル。あ、俺も持ってる。お気に入りの、はいはいはい、あのマフラータオルを持ち歩くって、これはすごくおすすめです。わかる。色味良かったもんね、マフラータオルね。それでは皆さん、ぜひ一緒に僕と夏を、ゲリラスカッシュと夏を楽しんでください。楽しんでください。詳細はね、概要欄に。ああ揺れてる揺れてるみんな早くクリックしないと。行っちゃったダメです。みんな早くクリックしないと。